ロックンロール。はい、どうも、水上でーす。こんばんは。今日は晩飯を作っていきます。カレーにしましょう。皆さん、カレーを作るときにこだわりがある人って結構いると思うんですよ。一からスパイスを合わせて、これが必要、これがどのくらい、こっちがどのくらいって、もう練りに練って作る人もいれば、スーパーでこのルーが美味しいからこれを使ってるっていう人もいると思います。かくいう俺はそんなスパイスを一から、ね、合わせて作るっていうのは非常に面倒くさいと思ってる人間なので、当然スーパーで買ってきます。当然こだわりもあります。じゃあこの俺がこだわりで使っているカレールーは一体何ぞやと言いましたら、これです。じゃん、絶品。じゃあなんでこの絶品を使ってるかって言ったら、ある時ですね、スーパーに買い物行ってて、いやもう本当忘れもしない、何年か前だとかちょっと覚えてないですけど、スーパーで買い物をしてて、ふと見覚えがある、非常に親近感のあるバンド名がね、目に入ってきたんですよ。ん?と思ってみたら、ゼッペリンって書いてあるじゃないですか。いやー、ぶったまげましたね。レッドゼッペリンが何を出したの?で、わーって取って見てみたら、ゼッペリンじゃなくて絶品なんですよね。でもね、これ、このスペルで書かれてたら、ゼッペリンって読んじゃいますよ、ロックンローラーたちは。世の中のロッカーたちは。んで、もう、ロック好きとしてはこれ見逃せないもんで、本当にそれ以来、マジでその理由だけで、カレー食うときはこれ、使ってます。変な話でしょ?もちろん、チキンリバッパーしながら。いやー、俺カレーってさ、玉ねぎがすげえ必需品だと思ってんだけど、今日買ってくるの忘れちゃったんだよね。これマジ一生の不覚っすよ。皆さん、ぶっちゃけカレーってどうなんすか？そのカレールーを使うときってどういう基準で選んでらっしゃるんですかね。やっぱりご自身なりの好みとかお気に入りがあるかとは思うんですけれども、俺カレーはね、さっき言った通り、ルーを店で買ってくる派なんですけど、まあさっき言った理由でね、絶品使ってるんですけど、カレー煮込んでる時に自分で調味しちゃうもんで、まあ結局は何でもいいんですよね、結論としては。ただロックンローラーとしてレッドゼッペリンは外せないもんで、あの絶品を使っているっていうだけの理由なんですよ。はい。あと料理やる人って料理やってると結構ね、人参って出番は多いんですけど、皮剥かなくなるよね。皮をね、剥く必要がないんですよ、人参って。よっぽど皮が邪魔になる料理でもなければ、これは本当に剥く必要はないです。で、言ってしまえばピーマンもヘタだけ取れば種は取る必要はありません。そのまま問題なく増えてしまうもんなのでね、もうピーマンもずっと種は取らずに使ってますよ。さあ、ここで登場したのがキャベツでございますけどもね、割と好きなんですよ。あと個人的にはね、カレーにジャガイモってあんま好きじゃないっす、自分としてはね。これから前に使って残っているパセリもこれ刻んで入れちゃいましょう。
刻んだものも残ってます。美味しいですよ。キッチンドランカのトマトがちょっと残ってるので入れちゃいます。これ基本的にカレーはトマトをめっちゃ大量に入れるのがいつものパターンなんですけど、今日はねたまには違うカレーもっていうことでトマトは、小さいの1個分だけにしておきます。いや鍋の底えらい焦げてますな。どこでもいいですよと。ご飯が炊けましたよ。曇って何にも見えねえや。あ、来た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 。いやー、炊いたこの釜を開けた瞬間のご飯の匂いってなんでこんな幸せなんですかね。かたまらんな。匂いやなぁ。なんですけど鶏皮をね乗っけてみようかな、試しに。じゃあ本日はこれから晩飯です。いただきます。よいしょと、うまく映らない。